はい、今日の動画はですね、今度ね、11月28日と29日に、福島県でね、開催される、多肉カーニバルにね、出品する木工品の紹介とですね、それと、プチコマッサね、アキさんの3周年記念でね、無制限かというセットで、販売されることになったんやけど、それねついてくる、お楽しみ品お楽しみ品みたいなのをね、用意してますんで、そちらのね、紹介をしたいと思いますけど、まあ、先日のね、ライブでもね、紹介したけど、まあ今回の、目玉これかな、このね、おかもちですかね、2.5 寸のね、鉢であれば、ちょっとこう6個ね、こんな感じで6個入れることができます。まあハンダースや ねハーフトレイみたいなことになりますけどね、はい、こういう感じで、これが、まあ、ちょっと苗を取り出しますけどね、苗を取ってねよいしょ、まあ取るとね、ほらこんな感じなんですよね、うん、まあ苗とか入れると結構ね土がこうこぼれるよね、それがこういったところからね、落ちるように作ってますね、全部ここには波があった、下も実は波にしてるね、こういうふうにね、うん、で、中の仕切り板もねこういう感じになってます。で持ち手のねこの部分っていうのは、円柱加工のね丸棒でねこういうふうに穴を開けてね、通してます。面取りとかもねきっちりこういうふうになってて、まあねこれの味噌というかあれはこれやな、こういう感じだね、うん、これを入れとくとさっきのね、2.5 寸っていうのが綺麗にこう収まるよね、こういう感じで綺麗に収まるけどね、こういう感じでね綺麗に収まるんですけど、これじゃなくてこう大きい鉢をね、入れたいってなった時には入んないよね、これはね、こういう風に入らないので、その場合はねこれを外して、これがね、多肉マのね、これは何ぼか三寸か、三寸の鉢なんやけど、こういう風に入れることもできるのね、ほらこんな感じでね、うん、だからリメ鉢とか買った場合にはこういう風にね、仕切り板を外して使うこともできるっていうね、そういうやつを出品しようと思ってます。これ結構ねここのねほぞ掘りがねめんどくさくて作るのがねちょっと手間がかかるんだよね、うん、こういうふうに下でねこういうふうに止まるようになってますけどね、うん、これが作るのがなかなか大変なので、限定1個っていうことになりますね、はい。それとこちらのね、久しぶりに作ったこの工具箱風のね、プランターというか苗入れというかね、くーちゃん吠えんで、もういつもねくーが吠えるんですよ。これがねこういう風にこう止まるんですけどね、このねカチッと止まるんやけど、直植えしてもいいですしね、こう穴が3つある、これがこういう風に 2.5 寸の鉢がね綺麗にこの鉢底穴とこれが合うようにしてるのよね、うん、こういう風にねこんな感じで、ですので苗入れとしてもこういうふうに使うことができますしね、自分はこういう使い方が多い、自分が使ってるのね、でこういうふうにねこうちょっと立ててね、やるとこういう感じもできますし、まあねなんだ、ピンセットとかね、ハサミとかね、そういったやつを入れる、箱としてもいいのかなと。でまあ木が収縮するからねここ結構隙間あるんですよ、わりかし大きは収縮するからですね、あえてちょっとスカスカにね蓋のこう締まりとかがいいようにスカスカに作ってるのが、この工具箱風のプランターやな、うん、こちらはね、2個ぐらい出そうかなというふうに思ってます。それと、定番のね、定番のプランターやな、10センチのね、わかりますかね、だいたいほら10センチでね、奥行きがどれぐらいだ、奥行きがね、6.7か8センチぐらいかな、うん、
内寸がだいたい7センチぐらいね、こちらの方が 4.78 ってとこですかね。でまたこう上げ底でね、こういうふうに作ってます。でもう一個がね、若干こうサイズが大きいんですよね。こちらの方が約15センチやね、15センチで作ってて、これが、奥行きはねちょっとさっきのより大きいんですよ。だいたい82mm、 8.2 センチぐらいかな、うん、で内枠が、これがだいたい12ぐらいやろうな、うん、12センチぐらいとね、こちらの奥行きがだいたいどうかな、5.9 とか8とかね、それぐらいと思います。はい、これもこういう感じですね。はい、そういうのことで、これは1個でね、これは2個工具箱いきますけど、あとはねこちらのあの定番の10センチのやつとこの分っていうのがね、どれぐらいの数がちょっと、出せるかっていうのは箱詰めしてね、箱詰めして分かるっていう形になろうかと思いますんで、それはそれでね、またね、インスタかなんかで数については報告をしたいなと思います。まあ、それか秋さんのね、動画とかでも、発表されるかもしれませんけどね、うん、そういうふうに考えてます。で、それが、なんだ、今度の多肉フェスのね、出品品なんですけどね、それとは別に、プチコマースのね、3周年記念なんですけど、こういったね、これクリアも塗装済みなんですよ。であえてね面白いね、こういうふうに穴の開いたやつね、ここにネットとか貼って植えてもいいし、なんか鍵とかちょっと小物入れでもいいと思うよね。穴は開いてるけどね、こういうやつをね、12クリアで4つやな、クリアで4個ね、こういう感じで4個、それとちょっと大きめの、これまた穴開いて、これ面白そうですよ、ね、これもこれが1個、これで5個、それと、色違いのね、このブラックとか、これが、ブラウンに焼き加工ね、それと、これがね、黒のね、オイルステインに、ミルクペイントでラフに塗ったね、バタークリーム色かで塗った、この以上ね、何個だ、2、4、6、8個、うん、8個ね、アキさんの方にあのお送りします。どのように使うかはね、プチコマースさんのね、もうあの自由にお任せするようなことでね、まあ、なんで8個かっていうとね、8はやっぱ末広がりで縁起がいいからですね、うん、ですので、この8個を、送りたいと思います。はい、さっきも言いましたけどね、どうするかはプチコマースの秋さん次第なんでですね、はい、皆さんね、楽しみにしてみてはいかがでしょうか。はい、というようなことでね、今回はね、11月28、29日の、福島での多肉フェスティバルの出品品の紹介と、プチコマースさん3周年記念、ね、に、作りました、木工品の紹介ということで、の案内になります。はい、そういったようなことで今日は終わりたいと思います。チャンネル登録とかね、いいねボタン、はい、押していただけると非常に嬉しいです。はい、それではまた。